よっしゃ、久々の顔やな。久しぶりに来たね。早くやろうぜ。やろうやろう。準備いい。ああちょっと川増水してるね。川増水そうね。うん、こまん台風の影響や。まあ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。やってこう。やってこう。はい、ということで皆さんこんにちは、ケイです。サキです。いやー久々に川来れましたね。来ましたね。ちょっとすごいけどね。ちょっとすごいけどね。いや、これぐらいね、迫力あった方がいい。流れやば。まあでも、ここまで来ないでしょ。そう。今日晴れてるしね。晴れてるしね。大丈夫。いや、さっきね、うん、この激流の中、僕、アユ釣ってきたんですよ。なんでや。もうほら、もう取っとる。取れるかい。むしろ取ったら違法でしょ。違法か。スーパーで買ってきた養殖。うん。1匹100円だね。安いよね、100円は安い。すぎやろ、海賊サイズも大きいね、養殖やけどね、うん、十分。まあね、岐阜といえば川といえば川魚ということで、鮎ね、鮎、うん、こちらを使って料理を作っていこうと思います。じゃあ、早速やっていきましょうか。やっていきましょう。レッツゴー。さっきさ、アウトレットショッピング行ってさ、こんなもん来たよ。なんかコンパクトバーベキューグリル、しかも安くてさ。安かったね。ついつい購入しちゃって。あれ、いくらやったっけ。3000円前後。3000円いくかい感覚やったよね。そうやね。めっちゃ安かった。いや、ついつい気になっちゃって、うん、買っちゃった。てなわけでね、これを使ってね、料理していきましょう。まずね、こちらを広げて、次は何これ、上のなんていうんだこれ、カバーみたいな。カバー、まあいいや、カバーを乗せて、これも広げるだけ。広げるだけで、これがあれか、落ちないように炭とか真ん中薪とかね、うん、落ちないようにして、うん、で、これも網を置いて、これが上の網。上の網か。これで設置完了。簡単。アウトドアマン最高。最高や。案件じゃないからね。案件じゃない。いや、簡単、すごい簡単。簡単。コンパクトでいいね。うん。これ使って料理していこうか。していきましょう。いやー、暑いね。暑いね。ちょ、今日ね、薪探し行ったよね。薪探し行ってね。全然なくてね。もう炭でやっていきます。もうしょうがない。あ、薪やったらな。薪、焚き火やりたかったよね。焚き火やったね。もう今日は、しゃねえわ。しゃねえわ。いいね。ちゃんと高さ作れるし、うん、広さもあるからね。広さもあるぞ。じゃあ今日はこちらの着火剤使ってファイヤーしていくぜ。ファイヤーしていくぜ。3つぐらい使うか。そう、カレールーみたいな。カレールーみたいな。よし、オッケー。じゃあいくぜ、ファイヤー。もうちょい。もうちょい。完璧やん。うん、多分もうつく。今回はね、こちらのメスティンを使って鮎の炊き込みご飯を作っていきます。おいいっすね。早速やっていきます。まずはじめにお米を洗っていきます。こちらのタッパーの中にお米が1合入ってます。じゃあ、洗っていきましょうか。飛騨の天然水で洗っていきます。贅沢。炊き込みご飯の調味料は薄口、岩塩、酒、昆布だし、こちらを使ってね、味をつけていきます。はじめにミネラルウォーター。水の量はね、この線のね、半分ぐらいかな。水を半分入れたら、次、お酒。まあ、お酒はね、大さじ1杯ぐらいかな。次、薄口。こちらは大さじ2杯くらいかな。まあ、色がつく程度ぐらい。こちらの昆布だし、小さじ1杯分ぐらいかな。
最後岩塩、こちらの岩塩はね味を整えぐらいかな。じゃあ混ぜていきます。じゃあとりあえずねこちらに鮎を用意したんで内臓だけ取ってみましょうか。ナイフ入れて、あか、滑る。よし。で、鮎ってね、いわゆる胆嚢がね、他の魚とちょっと違う場所にあるからね、気をつけて。よいしょ。こんな感じ。これは袋に入れて捨てる。あとの血合いはね、軽く水で流してこんな感じで綺麗にできました。あともう一匹もやっていきましょうか。じゃあもう一匹もお尻からナイフ入れて、痛いよごめんね。苦手な方は飛ばしてくださいね。グロいんで、グロいんで内臓を出して、これ腸やな。はい、あとこの血ね、水で軽く流していきます。はい、じゃあこんな感じで2つも綺麗にできました。俺のターン、ドロー。この鮎をメスティンにダイレクトアタック。そしてさらにダイレクトアタック。もうこれ4000ダメージぐらいいってる。4000ダメージぐらいやばいね、強すぎだ。俺らのお腹も残りライフ1000ぐらいになってる。1000ぐらいだった。じゃあこちらに蓋をして池に捧げていこう。じゃあ網を置いていこう。うわ、熱い熱い、気をつけて。よし、こちらの出来たてのメスティンを食べていこう。それ食べんの？丸ごと丸ごと冗談やって、こちらのメスティンを置いていこう。熱い、気をつけて。これがね、泡が吹いたら最高やぜ。泡吹いてきて、泡溶けて、泡が引いたら完成かな。完成かな。あと待つだけだね。待つだけだ。じゃあ15分20分後に移動。はい、ということで15分経ちました。そうそう。じゃあ開けますね。うん、オープン。どう？あ、いいんじゃ、あと蒸らしぐらい、蒸らしぐらいか。まあ約10分ぐらい、うん、待っていきましょう。はい、ってなわけでね、鮎の炊き込みご飯できたんで、この鮎をほぐしていきます。どうやっていこうね。どうやっていこうね。この辺、背中、背中大きめにね、大きめに鮎が残るよ。おお、やっぱ鮎の身って柔らかいよね。柔らかいね。うわぁ、これはね、いい匂い、いい匂い。じゃあね、反対に回します。綺麗やね。綺麗ね。これぞ鮎。鮎。あ、あん。そこは捨てようか。捨てよう。うん、頭と骨は捨てて、あと身のとこだけね。身のとこだけ。全部取っちゃって。本当立派な鮎だ。立派な鮎ね。養殖にしてはね、このサイズで100円安いよね。安すぎるわ。じゃあこちらのね、身をね、混ぜていこう。うわうわ、やば。あ、まだひでぐ、やばいでしょ。やばいね。これさ、なんか蜜葉とかさ、うん、のせようかと思ったけど、いらんな。うん、なしでいいね。なしでいいな、十分。よし、食べていこう。食べていこう。
完成したね。完成しましたね。いや待ち遠しかった。待ち遠しかった。もういい匂いがね。もうわーってくるね。すごかったよね。すごかったよ。では食べていこう。食べていこう。いただきます。いただきます。いやこれはね、うまい。うまい。うまいしか言えねえ。うん、香りもいいし、うん、味付けもちょうどいいしね、うん、鮎の味効いてるね。めちゃくちゃさっぱりしたね、うん、鮎の優しい味、優しい味、うん、いや本当に三つ葉とか薬味いらねえ。いらない、うん、入れるとなんか吐き消される味が。そう、うん、俺毎日これいいわ、うん、ご飯ですよってね。わかるでしょ。わかる。身も一緒に食べるのがいいんだよね。たまらんわ。たまらん。うめえわ。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、いいね、久々に川沿いでね。そうだね、料理作って最高じゃん。しかも、鮎、鮎旬の時期だからね、うん、この時期にやっぱやりたかったもんね。そうだね、うん、やっぱこの川沿いでね、うん、鮎のね、炊き込みご飯、やっぱ自然があってね。自然っていいよね。やっぱ本当、この川沿いでね、川の魚食べるって理想やったからね。理想だったよね。それできてよかったわ。うん、うん、パーフェクトだね。パーフェクト。味も美味しかったし、味も最強。最強。またやりたいね。またやりたいね。今回のね、鮎の炊き込みご飯、鮎の内臓をしっかり取って、ご飯もね、まあ、軽く味付けすればね、超最強なね、鮎の炊き込みご飯ができるので、皆さんもどうかね、ご賞味あれ。ということでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。川沿いで川魚料理、うん、憧れるな、やってみたいなって思った方は高評価と、高評価とチャンネル登録、チャンネル登録、あとコメントもね、コメントもね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。